こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。そう、今日は真っ黒服デーです。袖がめちゃめちゃ可愛い。リボンついて。真っ黒黒茶です。こんばんは。明日はお話し会なんですよ。皆さんちゃんと覚えてくれてるかな？お話し会撮ってるよって方は忘れずに参加してください。よろしくお願いいたします。おしましも使えると思います。よろしく。バグってパちゃんからの通知が4回来た。やばい 4回も来た。4人いるかもしれない。ここはパセリ D のルームです。パセリ A、 パセリ B、 パセリ B、 んパセリ C、 パセリ D、 4つあります。こんばんは。今日こそは22時には配信を終わろうと思っております。なんかお話し会の一部の時間がさ変わったりしたから、そう注意ですよ。1時間目。こんばんは。部数のね、時間が90分制になったから、今までのシングルと違うんだよね。なので皆さんは自分が撮ってるお話し系の時間を、締め切り時間とかしっかり確認してご参加ください。よろしくお願いします。待ってます。早起き頑張りたいと思います。そうしたら一日1部から5部まで、まあ、休憩の部もあるけどフル部数なのでよろしくお願いいたします。ギフト読みます。台湾ジョジョさん、ラブレター。いっちゃんお疲れ、お断りです。時すでにお寿司さん、お断りです。スケモンさん、バラ。朝生テレビさん、ハート。しゅんさんお疲れ。陣内さんお疲れ。カズノシンさんお疲れ。スプマンテさん10。朝生テレビさん、ハートギフトとハート。カズノシンさん、かわいい、ありがとう。シェンさん、シュンさん、テキサスのロンスターさん、NT さん、クックさん、ウラベさん、アルテミスさん、10、ありがとうございます。マスク依存症さん、エビフライ。いっちゃまエビフライ。しんいちさん、白クマ。陣内さん、かわいい、ありがとう。カメさん、車ありがとう。コロッケの車。クロさん、ペロペロキャンディー。麦田ピッポさん、しんいちさん、エビフライありがとう。ワウワウさんお疲れ、5個。あっちゃさん、かわいい、ありがとう。 BD マンさん、ハート。アルさん、10。コウさん、10周年クマ。ミスターさん、エビフライ。しんいちさん、しんちゃんさん、みつさん、通勤急行通過駅さん、10、ありがとうございます。陣内さん、エビフライ。秋間さん、エビフライ。勝負器はパムボールさん、バラ。ベンジャンス・イズ・マイさん、流星さん、大吉さん、アンバさん、ラクさん、10、ありがとう。ありがとう。春坊さん、ハートありがとう。新一さん、お断りです。大吉さん、10、ありがとう。あれ読んだ？これ。スカイホエールさん、ハート。カズノシンさん、めっちゃかわいい、ありがとう。おみかさん、かわいい、ありがとう。たかしんさん、花束。だいさん、ハート。カードリさん、10。まるさん、エビフライ。ハート、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。どこまで遡れたかしら。翔さん、10周年クマとエビフライ。新一さん、10。イモケンピさん、モリモリさん、エビフライありがとう。メタボさん、かわいい、ありがとう。ケンケン、ハト。精神さん、お断りです。まっちゃんです、お断りです。チャンレナ、10、ありがとう。
ソーリーさん、リュウセイさん、ジュー、ナルシさん、ペロペロキャンディー、サンちゃんだよ、ジュー、宮口さん、ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。とてもたくさんギフトをいただいてありがとう。お、アザージャケットのサイン届いた、よかった、ありがとう。大事にしてください。大事にしてくれたら嬉しいです。お寿司を食べに行ってきます。お、いいね。そしてでは今日回転寿司に行きました。再販決済完了いたしました。お、ありがとう、報告ありがとう。ミッチーお断りです。なんか2個に分けてきたけどどっちもお断りです。お断りです。バターチキンカレー鍋、何それ。バターチキンカレー鍋食べたの。西さんお疲れ、ありがとう。回転寿司は今日はカッパのマークで食べました。カッパのマークの寿司で食べました。美味しかったです。ね、とろしめサバ炙りと、サラダ軍艦と、あとなんかラー油の乗ってるやつ食べた。6皿食べました。でもまだお腹空いてます。今成長期か。ダーソクさんエビフライ、コウジさんエビフライ、ゆさなこさんお断りです。白熊さんチューありがとう、かえでさんエビフライ、ひかるさんハート、おだしさんくわどりさんジューありがとう、ありがとうございます。結構まだ入る。今は唐揚げくんが食べたい。唐揚げくんか煮物が食べたいです。アザージャケットのチェキ届きました。お、無事に届いてよかったです。こちらこそありっこり、いっぱい飾ったり持ち歩いたりしてくれたら嬉しいです。ありがとう。藤うさぎさん飛行機ありがとう、しんいちさん銃ありがとう、回転寿司、回転寿司のラーメンとか挑戦できずにいる。多分一回したことあるんやけど、いつもね回転寿司来たしお寿司食べちゃおうって食べちゃう。担々麺食べてんの？いいね、麺食べたいね。マリオ2さんエビフライありがとう。ありがとう。うちは未だ来ない。え？まだ来ないの？そろそろ来るかな。明日やっと取りに行けます。お、明日受け取ったらまた報告待ってますね。今回到着早いよね。あっちゃさんお断りです。お断り。今日はこれを買いました。これ買ったの。いてててて、イヤリング。なんかさ、黒髪じゃないですか。で、髪の毛も下ろすことが多いから、こういうのがあった方がピュンっていいかなと思って買いました。スプマンテさんありがとう、ニッシーハートありがとう、ジロ君レインボースターありがとう。今日受け取りました。いや、今日受け取った人が多いね。昨日受け取った人もいたけど今日の人多いね。明日の人もいるかな。でも明日は祝日やから配達ない人もいるのかな。はま寿司、はま寿司も行きたい。全部の寿司行きたい。陣内さん似合う、ありがとう。あ
ありがとう。風の神さんも似合う、ありがとう。そう、今日スカートも黒なんですよ。バッグと靴だけ白にしました。上着は、私さ、去年アイスをいっぱいこぼしすぎて、あといっぱいきつくしてしまって、着倒してボロボロなったから、ダウンジャケットをね処分したんよ。で、今年さ暖かかったじゃないですか。だからまだダウンジャケットいっかと思ったら、急に寒くなったから、ダウンジャケットを今日はシナノスルハさんにお借りしました最悪、借りてしまいました。トールさん、アイスありがとう。流星さん、レインボースターありがとう。一段と綺麗、本当？なんでだ、黒だからかな、黒暗いからかね。あと前髪を今日は、前髪今日は失敗して、そう、固めるの失敗して、ちょっとなんかダメない。小林ひろみさん、ハートありがとう。今日もさん、飛行機ありがとう。しーちさん、アイスありがとう。流星さん、10ありがとう。借りて汚さなかった、わかんない、わからん、汚したかもしれん、黒いダウンジャケットだから、わからん。昼間めっちゃね暑かったんよ、広島も。だからこの服で普通に過ごしてて、でも夜は寒かったです。夜寒かったので来ました。ダウンジャケットの選ぶ時のコツありますか？今いろんな店のやつ見てて、何が、私はフードいるかなっていうのをすっごい悩んでる。フードがあると首元がゴワゴワするじゃないですか。どう？フードいる方がいい？フードないのもおしゃれやなと思ったけど、フードがあった方が雪とか雨とかの時にさっとかぶれるし、暖も取れるなって思って、どうしよう。いつもあるやつを買うの、買う時は。どうしよう。アルさん、10ありがとう。谷くん、ハート。山崎さん、お疲れ。持ち肌さん、ハート。今日もさん、だるまありがとう。フードいらない派、フードいる派、そう、フードあると眠りやすい、それもある。そう、移動中とかね、あのネックピロー代わりにできたりするんだよね。和友さん、お断りです。風紀さん、かわいい、ありがとう。どうしよう、悩むね。のべちゃん、飛行機ありがとう。メビウスさん、ハートありがとう。まとべさんも、ハートありがとう。外して使ってる、あ、取り外し式。フードあると小腹が空いた時に便利そっか、隠し持てるんか。確かにな、フードあると食料入れれるな。悩んでますね。あと袖がさ、キュッとなってるやつと、なんていうの、こういう余韻があるやつあるじゃん、わかりますか？毛玉ある系の、毛玉つく系の素材のなんか余韻みたいな袖、あれもだし、あと丈、ショート丈のコートとか可愛いけど、ショート丈すぎると中の服が長い時にちょっとダサいじゃないですか。それで今ずっとね、ちょっと考えてる、どれにしようか。コカジアさん、お断りです。ヤマさん、10ありがとう。のべちゃん、エビフライありがとう。明日福岡に行くとこでした。え明日はリリーベないぞ、明日はオンラインだよ。コカジアさん、ハート
ありがとう。中にキュッカ仕込まれてるやつ、え、それ今日見た、今日出会った、それに。パセリに会えるまであと18日のはず。じゃあ12月に会おうな。12月のパセリと毛玉取りして暇つぶしできるね。いいね、ポジティブで。確かにね、毛玉取るの楽しいよね。フードあると初詣でお賽銭が入るとか入らないと。おー、じゃあフードありがいいかな。悩みますね。カズノジンさん、ハートありがとう。ゴンベンさん、10周年クマありがとう。どうしよう。なんか今さ、ブラックフライデーで安いじゃないですか、どこもかしこも、なんでも。アマゾンも始まるじゃないですかね、さあ、ショッピングモールもブラックフライデーブラックフライデーって言ってるし、この前さ、2週間ぐらい前にあのアウトレットに行って40%オフで、さらに誕生月だから 20% オフだったよって言って報告したじゃん。したら今ブラックフライデーで 50% オフらしい。だから 50% オフからの 20% オフになったかもしれん、もうちょっと待っとけば。悔しい悔しい、ブラックフライデーめ、なんか買いたいけどね。マスカラを買いましたマスカラ安かったからマスカラをネットで買ったけど、でも余計なもの買ったらね、結局損しちゃうからなって思って悩みます。悩んでます、どうしよう。先週買った加湿器が1000円引きになってて、ピエン、それはピエン、1000円引きでかいね、ショックやな。レネさん、ハートありがとう。冬のバーゲンまで待ちます。冬のバーゲンいつよ、春先いつよ。50% オフの 20% オフは分かんない分かんない。福ちゃん、お疲れありがとう。ブラックフライデー買っちゃうよね、買っちゃうよな。福ちゃん、10周年クマと10ありがとう。悩む悩むぞ、何を買ったらいいんだろう。日用品、洗剤この前買っちゃったんですよ。シャンプー、歯ブラシのストック、何買おうかね。 ZOZO もセールするらしくて、 ZOZO もだし Amazon もだし、何でもかんでもセールです。何なのブラックフライデーって、なんでそんなお得なんですか。めっちゃ最高じゃん、ありがたい。こんばんは。パセリのグッズは残念ながら値引きにならんわ。キッチンペーパー買っちゃった、昨日買っちゃった。かわいいのはセール買い、いや、あるあるやん。この前アウトレット行ってさ、めっちゃかわいいと思って一目惚れしたやつがセール対象外でした。悔しい。スマホの充電器買ってない、買わなきゃだ、それにします。モバイルバッテリーね、モバイルバッテリーと、あとはメイク道具と、何でしょうかな。 ST のショップブラックフライデー、もう普通の時売れんくなっちゃう、したらみんな毎年この時期に狙って購入するけ。
陣内さん、ハートありがとう。在庫一掃セール。そうだよね、絶対にさ余計なもの買っちゃうもん。モバイルバッテリー安くなってた？結局何がいいか分かんなかった。アンカーがいいの。やっぱアンカーですか。お清めスプレーね、処分したんですよ。もうね、お清めスプレーに頼るのやめようと思ってね、さよならしたんですよ。アンカーがいいの？エレコム？アンカー？ねえ、アンカー最近めっちゃ流れてくる SNS でも。そうしよう。じゃあ明日アマゾン、いつからもう始まってるの？アマゾン、なんかアマゾンさ24日からだけど先行セールみたいなやつ始まってる？先行セールと本セールは何が違うんですか？先行セールで買ったら損することありますか？待った方がいいやつ、どっちが安い？なんで先行セールするの？じゃあもう今日からしてよ、先行セールとかするなら。なんでよ、ちょっとお得な。何の先行ですか？先行でしか売ってないものがある。なんだそれ、どうしようどうしよう。ちょっと待つか、先行セールでゲットするか。22、23が先行セール、今日明日か。しゅんさん10ありがとう。どうしよう、先行セール目玉商品がある。先行のが席、いや確かに確かにそうだよね、ライブは先行の方が。そうだよな、じゃあ先行で買います。明日買おう。アザージャケット届いたよ、ありがとう。報告飾ってください、いっぱい見つめられてください、見つめ合ってください。アザージャケットのパセリと。千本桜さんハート、しんいちさんエビフライありがとう。モバイルスピーカー、おー、あれは壁に映すやつ、プロジェクターみたいな。買わないのが一番のお得なんだよ、間違いないね、間違いないよな。スペサポワーク、スペサポないよな、アマゾン。でもアマプラ会員よ、アマプラ会員ですわよ。ん、昨日リコチと、あ昨日だっけ、一昨日だっけ、リコチとさチリパの集落行ったら佐竹さんがね本紹介してくれた、おすすめの。収録外で、収録始まる前になんか最近出会っためっちゃいい本があったって言って教えてくれて、それがプライム会員だったら読めるよって言ってたから、それも読むのを忘れないようにしなければいけません。のぶろうさんハートありがとう。こんばんは。あぶてつさんお断りです。こうさん飛行機ありがとう。何かを、いらんもんを買わないように気をつけます。ひまわりさいたさんゲームギフト、くろさん10ありがとう。なんですか、運転車みたいなタイトルだった、漢字3文字、運転車、運転物、なんかそんな感じの
タイトルでした。佐竹さんおすすめ、なんかすごいねためになる話だったらしい。その本を読んで自分が常にハッピーにいればいいことがたくさん起こるよみたいなことを学んだらしいです。本当かな。じゃあ私も毎日ハッピーにしといたらいっぱいいっぱいハッピーになるかな。えだっちさん、としひろさん、10心の困りごと相談室さん、ハート、ちんさん、ハートありがとう、しゅんさん、ハート、キムさん、10ありがとう。いやなんかね、分からん、見つけた？ある？どんな話かまだ見てないから分かんないけど、なんかね、なんだタクシーの運転手がみたいなのが表紙に書いてあった気がする。ボソッとこぼしたみたいな、独り言を言ったみたいな、なんかその見出しだった気がする。でまだ読んでないから分かんない。クワドリさん、陣内さん、コウさん、10ありがとう。ろう人形さん、タコとラブレターありがとう。買いたいもの、買いたいものたくさんあるんですよ。でも何を買いたかったか思い出せないの。モバイルバッテリー、私2ヶ月ぐらい前から買いたいって言ってるんだけど忘れてたし、でマスカラはもうストックがなくなるから買わなきゃ、だから絶対買わなきゃで買って、あとなんか絶対忘れてるんですよね。なんだろう、本見つけた、パセリの説明通りに書いてあった。本当本当見つけた、それがおすすめって言われました。スマホにメモしてます、購入したいもの一覧。でも忘れちゃうの、それすら最近。そうなんだよね、モバイルバッテリー今2個持ってるから買わなくてもいいんだけど、モバイルバッテリーの消費がねすぐなくなるんですよ最近。だから安い時に買っといた方がいいなって思うけど、まだ使えるんだよねって感じです。消費が早いから買っときたいけど、別に今必要かって言われたらそうでもないよなみたいな感じ。どうしよう、もう3年ぐらい使ってるんですよ。 STU 入ってからずっと使ってるから3、4年使ってるけん、買っといてもいいかな、でもどうしようかなぐらいの。難しい、結構頻繁に使うからさ、新幹線とか、新幹線で A 席じゃなかった時は大体モバイルバッテリーなので、やっぱね持ちがいい方が4時間助かるんですよね。悩みますね。悩むね。とんでもなく大きいモバイルバッテリー残してる人にたまに、どんだけどんだけどんぐらいの米だわるぐらい気になるどんなでかいの使ってる人がおる。しんいちさん、じゅんなゆうなさん、おっかさん、ハート、おっかさん、エビフライ、サゴーズさん、ラブレターとだるま、かずのしんさん、尊いありがとう、おみかんさん、10周年くま、しゅんさん、アイスありがとう、ぱちゃん、確かに iPad、 iPad 本当にもう
2年前3年前に一番安いアマゾンのやつを買ったけん、新しくすんのもありだし、どうしよう、悩みます、悩んじゃいます、悩んでるうちにブラックフライデーが終わります。こりゃスカイホエールさん、山崎さん、ジュ、いっくん、ペラペラキャンディーありがとう。私の容量どれくらいだろう、わからん、もうね塗装が剥げててなんて書いてるかすらわかんなくて、どのサイトで買ったかもわかんないから確認のしようがないけど、結構持ちはする、 2,3 回分充電はできるけど、昔はもっと元気だったよなみたいな感じ。ふわふわさん、ジュありがとう。アイロンね、あ、アイロンこの前したんですよ、あのあれ、これこの前ショールームでやるって言ったスチームアイロンね、自分でやってみたんよ、使えました、使えたけど全然シワ伸びなくて、あのチェキ会じゃなかった、うん、アザージャケットサイン会の時に、あの付け襟がねワンピースについてるやつで、その付け襟のシワを取りたかったんだけど、なんかこれ全然伸びてくれんかった、むずかった、頑張ってスチームもいっぱいかけまくったけど難しかったです。 iPad パセホームボタンあるホームボタン、片言ホームボタンだった今、ホームボタンあるよ。風紀さん、ジュ、メロンのあそこさん、かわいい、ありがとう。クシャトリアさん、ジュ、ありがとう。こんばんは。フレーベさん、白クマ、ありがとう。森健銀河さん、バラ、ありがとう。ね、あの頃が良かったとか、なんかもう解雇中みたいなこと言っちゃうけどさ、あの頃はもっと元気でしたよ、私のモバイルバッテリー。ヒロさん、白クマ、ありがとう。そのブラックフライデーでアウター買うのもありかなとか思って。午後9時54分、やばい、今日こそ22時に終わろうとしているのに話が終わりそうにない、やばい。おみかんさん、ラブレター、ありがとう。結婚と一緒、今日いい夫婦の日よ、いい夫婦の日だけど、どうよ、いい夫婦の定義って分からんくない、何の定義があっていい夫婦っていうかさ、分かんない、それぞれのあの物差しで。しんいちさん、お断りです。こかじやさん、お断りです。ふうきさん、じゅ、いっちゃん、しろくま、ありがとう。あちゃん、いいツインテールの日、あ、そうなの、え、そうだったの今日、一切その情報は入ってこなかったよ私のところには、そうだったのか、いいツインテールの日だったんですね、また今度。くわどりさん、じゅ、ありがとう。いいツインテールって何？良くないツインテールって何？明日はいい兄さんの日、確かに11月23日、明日はあれやん、祝日やん、いい兄さんの日やん、いい兄さんの日、祝日、ショートケーキの日ね、毎月22はショートケーキ、1週間前はリリース日、
ワンワンニャンニャンの日、あ、今日ワンワンニャンニャンの日やったんや。今日ピョンピョンブーブーウホウホはダメなんですか。ゼータンありがとう。勤労感謝の日だね。みんないつも働いてて偉いです。阿部寛さん、すみっこ暮らし、すみっこ暮らしの5匹ありがとう。白クマとコロッケとエビフライと、あと何やったっけ、水色のやつと緑のやつ名前なんだったかね。うほうほ、そう、先週はまだ誕生日じゃなかったんですよ。まだ1週間前のパセリは25歳のパセリやったのに、今はもう26歳、1週間後のパセリ。はいや、1週間早っ。今日も元気に2万歩歩きました。2万3000歩ぐらい、2日連続2万歩超えしたからもう悔いはないです。いっぱい歩きました。うほうほ、早いな、1週間早い。なんか変化あった？ないです。マジで何もない、本当にない、変化一切ないです。特になし。怖い、いつか気づく日が来るのかな。ね、Y6000歩、いや6000歩も歩いとる方らしいよ一般的には。この前言ってたメンバーも、今日はめっちゃ歩いたって言って6000だから普通にパセリのメールとか取ってると来るらしい。来るみたい、感覚が。明日休みだからゾンビ倒すよ。わあ、よろしく。パセリもなんか今日まだゾンビ召喚できました。あのリュックサックの中のゾンビ召喚しちゃった、いっぱい。昨日までと思った、全然召喚できた。こんばんは、明日早起き頑張る。10時なる、10時なるぞ。ルーレットで時短ね、時間短縮15時間が3つ当たった。え、最高じゃん。パセリもうすぐね、あのね、あと 1日と何時間ぐらいで本部の建設終わるから頑張ってゲットします。時短アイテム。22時になるぞ、最強になるぞ。キョンシュさん10周年クマ、マリオ2さんハート、ジロ君かわいい、ありがとう。ね、明日1時間目から、そうなの、1時間目から一番最後の部までおりますので、やっぱもっと話したいよと思ったら押しましで、ぜひお待ちしております。押しましもよろしくお願いします。ふうきさんお疲れ、ありがとう。じゃあ終わろう。頑張って資源集める。いや本部レベル、いや25行きたかったけど25厳しそうだから、せめて21は行きたいよね。頑張ります、資源集めコツコツしとく。安部さん10ありがとう。それでは終わる。パセリには勝っていたい、私と同じこと思ってるやん。私は誰にも負けたくないから、今めっちゃ悔しいの、本部レベル負けまくりで。同じ思考なのか、じゃあ競い合おう。福太郎さんお疲れ、ありがとう。新一さんゲームギフトありがとう。黒さん小判ありがとう。では
男女いきます。男女いくよ。13位ワウワウさん、12位ジンダイさん、11位スプマンテさん、10位カメさん、9位クアドリさん、8位山崎さん、7位新一さん、6位しゅんさん、5位メタボさん、4位ゆさなこさん、3位阿部ひろしさん、2位かずのしんさん、1位りゅうせいさん、ありがとうございます。それではまた明日会いましょう。おやすみなさい。バイバイ。またね。おやすみ。